里崎チャンネル、こんにちは。こんにちは。さあ、里崎塾の日がやってまいりますけど、はい、今日は答え合わせの日です。いや、もうちょっともうこの宿題がね、気が重くて、はい、やっぱりだってみんなと一緒にやっていきたいじゃないですか、はい、塾ですから。そうですね、はい、ちょっと一応振り返ると、はい、クリーンナップを打ってる選手、クリーンナップを打ってて、はい、3連戦の初戦の1打席目、ランナーはいないわけですね。ランナーいない。ピッチャーはストレート、スライダー、フォークボールになります。はい。レッスン3から初めて見たあなた、レッスン1と2もあるんですよ。そうですね。あの、いきなりここ来ると何やってんやみたいな感じになるんで、はい、申し訳ないですけど、レッスン1からちょっと見てもらえないですかね。まあ、基本的にここがまあ苦手で、ここが得意なわけですよ。そうですね。得意のところっていうのは、前回2で里崎さんに言ってました、スムーズにバットが出るところ、はいはい、でまだ最初なんで、その苦手意識というか、まあ整った状態で打席に入ってると思うんですよ。でも8月って言いましたよね。ちょっと疲れ、もう何回も対戦してますから、お互いよく分かってるって。バッターも同じぐらいのピッチャーの特徴があるんで、それを分かった上で立ってますからね。はい。山張ってくるってことは考えてますよ。考えてますね、はい、ど素人の意見ですよ、はい、やっぱり最初は苦手なところを攻めていった方がいいと思うわけです。初球ですか。初球、はい、はい。高めが結構苦手っていうところで、インコースをこう攻めて、お、インコース来るなみたいな感じをちょっと意識をつけておこうかなみたいな、うん、ボール球でもいいぐらいの感覚でインコース、うん、もうストレートのインコース高めで。ファイナルアンサーですか。ファイナルアンサー。正解はインコースのストレートです。正解。嘘嘘嘘。本当です。まあ、じゃあ理由がまだちょっと甘いんですけど、はい、これなんでやらなきゃいけないのかっていうと、はい、3連戦見てるんですよ、はい、だ要は12打席見てるんですよ、はい、12打席分の1打席目なんですよ、はい、普通に考えるとアウトコースの低めが弱いんで、ここの出し入れしときゃ抑えれるんですよ、はい、普通に考えた時に、うんうんうん、で出し入れしてからインコース行った方が危険性は少ないんですよ。はい、だスタンダードに考えると、このバッターっていうのはアウトコースのストライダー変化球等々でカウント整えながらインコース見せといて、ここにもう一回返ってくるっていう、はい、内外内に投げるのが一番スタンダードなおっしゃった方なんですよ、はい、やるべきことを早めにやっときたいんですよ、はい、だからそのやるべきことを早めにやっときたいっていう思考がレギュラーなんですよ。だから早めに行っておきたいんですよ、はい、インコースを。そういうことですね、はい、で終盤になってくると、うん、なかなかインコースって行きづらいんですよ、はい、やっぱ終盤っていうのはどのピッチャーどういうバッターでやってもアウトコースの出し入れで勝負したいんですよ、はい、よっぽどの根拠がない限り、うん、苦手なゾーンの近くにやっぱホットゾーンがあるんで、万が一ホームランもあるんですよね。ミスったらホームランある中で、はい、7回以降の終盤にインコースの出し入れ使うの相当ピッチャーのレベルが高くないって難しいんですよ。ローテーションの下位の順番の選手にはそんなハードなことさせないです、はい、万が一ミスって最初にね、うん、言いましたね、最初に弱点の近くとか打たれたら、はい、後手後手に回るから 2,3 本いかれると、はい、だからそういうミスコントロールがあるピッチャーにちょっとリスクはできないから初球とか使えてないんですよ、はい、ファーストストライク取ってからいけるところでいくみたいな感じになるんですよ、うん、でもエース準エースっていうのはできる能力あるんで、最初からここ攻めて、はい、もうここを言いましたね、苦手なところを超意識させて、はいはい、ホットゾーンも打てなくようにしたいって言ったじゃないですか、はい、言いました。これをまずやりたいんですよ。こっちはいつでもいけるん で、はい、でそのためにはここをまず使っておきたいんですよ、うん、でランナーいないじゃないですか、はい、長打少ないじゃないですか、うん、万が一打たれても痛手が少ない、はい、やれる時にやっておきたい、うん、これがランナーいた場合話は若干変わるんですよ、はい、っていうところでまずはインコースのストレートから攻めておきたい。で早めのうちに使って意識させてここら辺でもし取って、はい、今度はここを意識させてここエンドレスで攻めたいみたいな。でこれを3連戦の初戦にやって、はい、2、3でつなげたい、はい、でこれ何かというと2、3っていうのはピッチャーのレベル、はい、まあ落ちていきますよね、はい、やっぱカードの初戦いいピッチャー来るんで、うん、まあもちろんローテーションの変更で3戦目にエースが来たりとかっていうこともありますけど、はい、基本はカードの初戦いいピッチャー来るときにやっときたいです、はい、そういう答えのもとコメント欄にね、初球アウトコースの低めの球種選んだあなたね、はい、いるじゃないですか、はい、それはレギュラーじゃないんです。私レギュラー。初球インコース万が一ボールになった場合どういうタイミングで来てるか、好きなところのタイミングで来てるのかな、ちょっと開きながら来てるのかなによって、はい、もう一回行くか、はい、外に帰るか来てます。そのフォーム開きながらとか見てるじゃないですか、こうキャッチャーこうやって構えてて、あのボール見てるわけじゃないですか、はい、
バッターのフォームいつ見てんですか？で客観的視野はここら辺まであるんで、ボールには8割ぐらいは見てますけど、はい、7、8割、はい、これエースすごいいいピッチャーになると、はい、6割ぐらいでいいんですよ。そこに来るんで、はあ、なるほど。どこに来るか分からなかったら意識がどんどん高くなるんですけど、はい、7、8割は見てるんで、はい、あとの2、3割で雑感ここ見てるんで、ここまでの場見てるんで動きが全部見えるんですよ、はい、今でも。じゃあこうやって、ま、こう球を受け取りながらこうやって見て、そうそう、あ、今日でシャドーマンがいるんで、はい、そのシャドーマンから出た時はこれ分かるじゃないですか。すごいですね。シャドーマンなんやねん、はい、レッスン2、1見てください。皆さん見てください、はい、対左の場合、はい、初球どこ投げたいか、まっすぐ、スライダー、チェンジアップ。左の場合は低めの方が苦手ってことですよね。まあそうですね。じゃあもうインコース低めのスライダーにします。初球、はい、インコースいっちゃダメです。なんでなんでですか？インコース、はい、右に比べたら青、はい、大きくないですか？大きいです。いつでもいけるんですよ。で、ここまでなってくると、はい、バッターはここ待ってるんですよ、はい、対左はこう見てるんですよ。 見やすいまですね、すごい、はい、ここ、はい、で、自分でも分かってるわけじゃないですか、はい、苦手やって、はい、その見てる中でこうインコース行ったら一回で終わるんですよ。見てる時にここ行ったら、はい、1打席目バチコン引っかから引っ張られて打たれたらもう終わるっす。ここはいつでも打てると思ってるん で、はい、で苦手意識が高いから、はい、ここ行ったら狙われてるんですよ。もう絶対最初はここ見てるわけですよ。見てる見てる、めっちゃ意識してる。それなのにこっちから入っていったら、はい、ガーボーンっていい当たりされるんですよ、はい、そうなるといつでも行けるところ行きにくくなるんですよ。やらなきゃいけないんで、はい、ここのアウトコースでしっかり1打席目抑えることが大事なんですよ。でインコースはボール、万が一打たれないようにボールにしてここで打ち取っていくんですよ、はい、そうなったら得意なとこありますね、はい、お、今日は外か、はい、外は得意。こうなってくる、ガンガン攻めます。あ、なるほど。まっすぐチェンジアップ、スライダーじゃないですか、はい、初球の入りは外スラでカウント取りましょう。外スラでカウント取りながらまっすぐのコンビネーションでボール球使いながらチェンジアップで最後抑えていくっていうので、はい、インコースいつでもいける状態にしようっていうように、右左でも変わってくるんですよ。全然違いますね、考え方が。ただ苦手なとこ投げればいいってもんじゃないんですね。ないですよね。これ一冊気味見て、はい、あら、インコースやろ、左でもインコースやろって思ったあなた。まだまだですね。まだまだだった。狙ってきてんすよ。そういうことか。誰が知りたいですか？これ知りたい。教えてくれるんですか？教えます。お、誰だと思いますか？皆さんこれだけ見て、はい、この選手が誰か分かったあなた、はい、すごいですよ。もう引退されてる方ということですね。もう引退してます。はい、このバッター発表します。はい、じゃーん。私です。亀井さん、どうしたんですか？はい。自分の対策言ってたんですか？自分の対策やることによって相手がどう攻めてくるか分かるんで、はい、僕はまず一番最初に自分の対策出るんですよ。それを逆手にとってこっちも考えて山張っていくわけですよ。なるほど。だからまず自分のことを知らなきゃいけないんですよ。そうですね。だから事細かく言えるんですよ、うん、自分だから1打席目絶対に抑える、はい、これあの引退してから他球団のキャッチャーに俺どんなミーティングしてたか聞いていくと、はい、1打席目は死ぬ気で抑えろって言ってました。1打席目打ったら調子乗るんですね。1打席目打ったら調子に乗るから、はい、リードも抑えてきて、はい、守備もやばくなるから、うん、1打席目は全勢力で抑えろって言ってたらしいです。これはどの球団の人に聞いてる、キャッチャーに聞いてもそうやって言ってました。そうなんで、やっぱ統一されてるんですね、はい、これでも一人に対してこれだけ使ってる。でまた2打席目、3打席目、4打席目、2戦目の1打席目、またつながっていくわけですよ、はい、そのつながりの中でどう攻めるかを考えていかなきゃいけない、はい、これがリードなんですよ。頭パンクします。もうこれ見てたら誰もリードが悪いなんて言えなくなりますよ。でしょ。だからうまくいったかいかなかったか、気づいたかどうかが大事だって、うん、はい、こうやりたいね、やりたいけどピッチャー打ちってガボン打れたと、はい、それリードの責任できますかっていう。であとで、ね、皆さんに注意してもらいたいのは、はい、このよく9分割ありますね、はい、これ信用する人リードでいいです。じゃあ何のためにあるんですか、データ？え、あれはデータじゃないです。中継見てるとやっぱり、あ、そこをよく打つんだとか、あ、ここ全然打たないじゃんって信じちゃいますね。それ信じちゃダメです。もしじゃあ右バッターだった場合、アウトコースこことここ、はい、同じ数字で出ますよ。一緒ですか？一緒じゃないですね。コースのどうですか？こことここ長所と短所に入ってきますよ。そうですね、はい、ここは長所だったりここ短所だったりですもんね、はい、こことここ一緒ですか？こことここ、こことここ全然違いますね。こことここ一緒ですか？この真ん中だけ見て、はい、真ん中のこの丸だけ、はい、ほぼ真ん中っす。両端見て、はい、超難しいとこ、はい、一緒にカウントされるんですよ。
もしこっちばっかり打ってて、はい、アウトロー得意ってなった時に、うん、それアウトロー得意って言えます？いや、そうですね。え、じゃあもしテレビの中継で大体9万これで出すじゃないですか、ああ、こうやって出してたらちょっとは信用できます。ここが何割、ここ何割、こことここ一緒ですよ。これね、勉強の仕方あります、はい、もちろん解決法は常に塾ですから、講師、はい、厳しいところ、はい、甘いところ、はい、これでいいですよ。え、どういうことですか？インコース厳しいところは強いのか弱いのか、はい、甘いところは強いのか弱いのか、うん、アウトコース厳しく来たらどうなのか、ちょっと甘く来たらどうなのか、低めきっちり来たらどうなのか、ちょっと浮いたらどうなのか、高めきっちり来たらどうなのか、ちょっと甘く来たらどうなのか、これだけでいいんですよ。甘くても苦手ですと、はい、甘くても苦手なんで長打ないですってなった場合、ピッチャーにどういうことを伝えるかっていうと、はい、最低でも2つの言い方あるんですよ、はい、コース間違わないでっていうのと、甘くてもいいから強くね、はい、これによってピッチャーの投げる気持ち変わるでしょ。変わりますね。ちょっとこれを知ってるか知らないかによって、うん、はい、気持ちの余裕とかが全然変わってくるわけですね。そうです、あとですね、はい、この急分割、はい、一番上存在しません。どういうことですか？全く意味が分かんない。存在しないって何ですか？本当はこれだけです。審判が言うストライクゾーンって、はい、だいたいへそぐらいまでなんですよ。構えてくださいよ。ここの位置だとキャッチャーここなんですよ、構えてるの。はい、ここで取ってもストライクで負けないじゃないですか。ルール上は肘ですけど、はい、肘ですよね、はい、本当に取るのはここぐらいまでなんですよ。高め、ここだった場合、はい、へそぐらい、ベルトぐらいのところで一番やばいところですよ、はいはい、人が立ってるとした時に、はい、へそってここら辺なんですよ、はい、ここボールですからね。本当のストライクってこっからここぐらい、ここだから、はい、うん、急分割の一番上はもうないと思ってた方がいいですよ。このこれでいったらここも、まあ、ボール球って、ボール球だからここら辺に、だから胸ぐらいのイメージですよね、僕らで言うと。そうか、そういうことか、はい、ここが真ん中のラインがベルト、はい、上は胸ボールですから、もうボール球が来てるっていう意味で。もそこの高さぐらいだと強いやついるんで、はい、高めがね、はい、だから注意ゾーンとかもあるわけですよ。いや、深い。これでまたですね、はい、皆さんからのコメント欄を見てですね、はい、もうちょっとこういうのやってほしいとか、はい、もうちょっとこういうの聞きたいとか、はい、そこをもうちょっと詳しく聞きたいとか、そうですね、いうご要望があったら、はい、まだまだ続きます、はい、まずはこのリードと配球の違い実践編含めてですね、はい、皆さんに勉強していって、これからもね、はい、こういう考え見てプロ野球を見てください。なるほど、はい、皆さんの考え方も変わってくるかもしれないですね。そうです、はい、方も、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。